ね、あ、デンベレ、オバメの隣に座りたがるやつね、あれね。そう、まあ、デンベレに関しては本当にね、小学生がそのままね、甘やかされてサッカーうまいからね、それでいいよみたいな感じで、もう周りも、この子、ね、好き勝手やらせてお金になるかって感じで、やった結果、ね、ああいう、なんかこう、怠け者モンスターが生まれたみたいな感じですよね。チェビはボケでデンベレですから、いや、それしか考えらんないよ、もう。こんだけ並べるとさ、あんまみんな一気にデンベレのこと並べないけどさ、怪我多すぎ、遅刻多すぎ、仮病、年俸アップ、人種差別、これ全部並べた上で、スタメンだって。もうボケでしょ？デンベレ、スタメンだよ。え？って びっくりするよね。デストとかもあんなにいろいろ頑張ってるのにさ。え？って スタメン表みたいなこと出されたしかも。え？ ボケだよね。そう、だからもう最終的に売るために使ったってなるけどね。ただ売れないよね。だってみんなさ、他のチームのさ、じゃあもうウィンガー欲しいチームのオーナーだとしようよ。誰がウィンガーで取れそうないい選手いるから。ああ、このデンベレって選手、怪我が多いんだ。あ、遅刻すんだ。仮病で休んでんだ。あ、人種差別もしてんの？うわ、年俸高っ。この選手取ろう。おかしくない？ 2、3試合活躍してたら取る？だから、そうなってくると、売るために使ってたもん、あんまり納得できないよね。そんなにバカ？そんなにバカってチームあるんだけどさ。なんか興奮してきたな、獲得しよう。だから俺、これね、保険じゃないよ。もう、デンベレがこっからめちゃくちゃ逆転して、まあ、バロンドールクラスみたいな選手になったすんじゃん。だとしたら、俺はもう、叩かれていいよ。それはそれでもう。みんな今、デンベレも売れって思ってる人たちいっぱいいるでしょ？ 5,700 人見てくれてる中で。これでデンベレがこっからメッシクラスの活躍しましたと。ロナウドみたいな。だとしたら、もうおもろいじゃん、もう。もうそれならもうそれでいいよ、もう。売ってそうなったんだら。こんなしょうもない子がそうなったんだら。それはそれでさ、あの時、両ソフトボール売れって言ってたよなって言ったら、この話するよ。だってあの時、怪我多くて44%しか出てないわ。遅刻して、寝坊して、仮病を使って人種差別して年俸上げろって言ってきてる選手。そりゃ出すでしょ、つって。その後バランドールなると思いますかっていう。いや、デンベレ覚醒したらもうそれでいいよ。デンベレバルサ移籍決定、背番号は11というわけで、デンベレはですね、バルサ移籍決定しまして、移籍金が1億500万ユーロ、約130億円プラス、ボーナスで、ね、最終的には182億円、まあ、190億円弱とかね、約190億円とかいうふうにメディアで発表されてますけど、まあ、そのぐらいの移籍金が動くということで、バルサ歴代1位になりましたね。デンベレプロでのキャリアでね、試合をした数が86試合だそうなんで、86試合でこのぐらいの価値の選手になったっていうのもですね、まあすごいことなんですけど、まあ、デンベレに関してはもうバルサにね移籍決定してやったみたいなね、はしゃいだツイートしてて、で試合中にねポケモン GO やって、でバルサに移籍できるってなったらね、練習無断欠席して、住んでる家も友達にね引っ越しやらせて、その友達が勝手にねゴミを置いてったみたいな、そのゴミを勝手に置いてったマンションがクロップが副業で、経営してるっていうか管理してるマンションらしいんで、そういったところでもですねデンベレの評判悪くなってるそうですね。デンベレに関してはですね、ちょっと人としてのイメージが僕めっちゃ悪いんで、そういったところで来るのかって感じでかなりですね、落ち込んでしまうんですけど、まあもう取っちゃったもんはしょうがないですね。このデンベレがですね、バルサでうまくいくことをですね、もうバルサの選手になってしまいましたから、願うしかありませんし、バルトメオ政権長くないと思いますけれども、そんな中で取ってしまった選手たちにね、罪はありませんので、パウリーニョとデンベレ、取るまではうーんって感じでしたけど、取ったら取ったで活躍してほしいなっていうふうに、そんな風に思います。眺めるな。